いどうもナミちゃんのブルタクちゃんです。はい、こんにちは。おい、おはようございます。あ、おはようございます。おい、ケンちゃんです。あ、どうもっす。おい、ケン、はい、いいな、これ看板。はい、え、泥から見えるように看板つけたんだな。はい、え、いないな。はい、え、ただこれ写真か、これは写真っす。な、やっと、なんだ、やっとやっとつけました、ね、やっとつけたな。看板もらって2ヶ月放置しちゃったからな。はい、ところでよ、はい、ケイよ、あの、なんだおめえ、なんか突っ込んできたぞ、これやべえやべえよ、おめえ、これこれやべえから、おめえ、なんだおめえ、迷惑だから、おめえ、あっち行け、この構ってらんねえから。あ、今日はな、ケイちゃん、はい、ちょっと報告動画な、はい、なんかコメントでいろいろ切ったからよ、はい、報告動画のために今動画回してんだな、はい、あ、はい、ちょっと俺立ってた疲れ来たよ、走行の中さいけど。あ、はい、わかりました。とりあえずまた後で。はい、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 じゃあね、はい、走行の方にやってまいりました。こっちも新しい看板だっけ、はい、よし、あっちまで歩いて止まんねえ。あ、看板映しとくか。はい、てってれー。あ、下からで見ずねえな。よし、じゃあ俺座っから、おめえも座る。はい、今日もいい天気だな。まあ、そうですね、はい、なあ、それ、はい、朝ごはん用意してたから。あ、はい、すみません。あ、わかりました。これテーブルとな、はい、朝ごはん。今日の報告は何だっけ。え、あの、皆様からの質問とコメントな。コメントについて、はい、なんかケンちゃんが、なんだ、独立するとかしねえとか副業だって言ってたとか、なんかコメントあったべ。ありました。はい、ほんでコメント返すの大変だから、俺よ、おめえ、はい、ちょっとおめえのくじからビシッと言ってやってくれよ、おめえ。え、はい、看板もらった頃から独立したんだな。そうです、看板もらった頃から独立したんです。ああ、実はな。はい、ああ、副業じゃなくてな。ほんで、ほんと独立、なんで独立したかと説明をしろ、おめえ。ああ、それはあれ、なんていうの、磨きをすると、結構時間かかるじゃないですか。下地作るんだな。下地作ったり。だから俺の車で15、6時間かかってたもんな。そうです。、うん、俺を、会社勤めしてやってると、3日もかかっちゃう。見えへん。かかっちゃったり。そうです、そうだな。ずっとビッグ磨き。そうだな。ほんとピースにも負担かかったな。負担かかっちゃう。3日分のニット立っちゃうからな。そうです。だからそれを、あの、会長とかなんだ、そうなんないためにな、これ独立しちゃった方がいいんじゃねえって。そうです、そうです。で、思う存分磨きたい。思う存分磨けるんで、な、それで独立っていうかもしれない。そうだよな。カバンもらった時から参りました。実はな。実は。ほんで俺とこの倉庫だから、夜夜中までやってる時あるな。そういうことですな。そういうことなんです。だから、あの、コメントいろいろ来てっけど、でピースから仕事今でも見かけのとかもらったりするんだな。あの、ルックリとかな、はい、ああ結構時間、そうそうそう、きついやつとかは、こっちでやれば、そう、ほんとあっち側にも負担かかるんですよ。そういうことなんです。そうそう、私もあのコメントで なんて説明していいか分からなくてよ、はい、説明はできるんだけど長くなっぺ。なるほど。だから今回、はい、動画にしました。はい、以上だな。はい、だな、はい、じゃあとりあえずご飯食べや。あ、分かりました。ああ、これでみんな分かってくるかな。たぶん、たぶん、何にも難しいことないんだけどな。そうですよ、独立した。でも、やっていくことは変わんねえんだけどな。変わりない。そう、整備じゃなくて磨きと。そう。が、そういうのがメインだから。そういうことです。はい、で、動画にありませんけど、別にあのピースに行ったり来たり普通にしてるんで、ただ俺のとこ先からこっちのナブタゼロの動画多いだけでな。そうです。はい、ただそれだけなんです。物事はピース行った時だってな、あの、車検だなんだってな、車検台こねて走ったりしてたから、実際言うだけの方が多かったもんな、おめえな。そう、多い。多いよな。だよな。たまたま磨きんときはホコさんいるだけでな。そうです、磨いてるから。そう。そうなんです、はい、あの。短い動画しか見ないと視聴者さんは分かんねえから、あ、いつでもインタビューくれえと思うべ、いつでもいねえからな。いつでもそうですね。剣も、剣も俺もいつでもいません。ただ動画撮ってってきゃいいけど、そういうことなんです。はい、そうです。あと言い残すことはねえか。はい、仕事くださいと言った方がいい。なんか変な感じですいませんでした。まあ悪いことしてていいけどな。おめえ悪いことしてんのに謝ることねえんだな、おめえ。いや、なんかコメントなんかすごいことになって。ああ、なんか、なんでエビでな。そうですね、すいません。どこか、まあ、金ちゃんは謝ってるようです。はい、はい、まあ、こういうことで、これからもな、はい、
まあ、ここで磨きやったり、あとピース柄仕事もらって、いつも通りやってるんで、はい、な、俺、腹減ったからや。すいませんね。ご飯食う、ご飯。はい、いや、今日も長いこと緊張とご飯食べたから、一日今、あ、違う、今日ここからいねえんだな。はい、どうぞ。どうぞっていねえんだな。はい、今日はじゃあ、普通に自分の仕事しています。まあ、そういうことで、これからもあの磨きじゃ金ちゃん、こっちで頑張って、ピースもね、ピースで頑張ってるんで、な、はい、お互い頑張ってますんで、皆様心配しないでください。金ちゃんのこの笑顔を見れば分かってもらえると思うんです。な、いや、すいません。アホっぽい笑顔な。まあ、俺と金はな、アホだからな。まあ、これからもね、いろいろ動画作るんで、応援よろしくお願いします。あの、金ちゃんの磨き屋さんね、洗車とかもやってるんで、ね、仕事もしあったら、あの、電話して仕事あげてください。よろしくお願いします。じゃあ、そういうことでまた皆様会いましょう。はい。どうぞ、チャンネル登録よろしくね、バイバイ。報告動画だな。あ、そうですね。はい。よし、じゃあ、これからも頑張ってください。はい。はい、チャリー。すいません。はい。